はい、皆さんこんにちは、小平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、いや今回はですね、ちょっと、もう毎年恒例のね、ことについていろいろとね話していきたいなと思います。まあね、なんか最近ではね、日本ではすごいね盛んになってきていてね、もう毎年毎年楽しませていただいておりますが、4月1日ね、2023年度始まりました。新年度ね、始まりました。新入学生、新社会人などね、まあいろんな方いらっしゃると思いますが、まあそんなですね、年度始めでございますけども、まあ日本語ではね、なんかこれ4月バカって略したり、略すっていうかね、言ったりするそうですけども、ね、一般的にはエイプリルフールと呼ばれております。まあ一般的にはね、午前中まで、ね、嘘ついていいということでね。まあ、ね、嘘か本当か、こうね、中途半端なものはね、ちょっとあれだと言われてますが、まあ、ただね、それもそれでね、一周回って面白いネタということでね、各企業、各ね、コンテンツがね、面白いネタをですね、いろいろと出しております。当然ね、ラブライブシリーズも毎年面白いですね、ネタを出しているわけでございますが、今年はですね、ちょっと、かなり面白いと、いうことで、まあね、全体的に面白いんですが、それぞれのね、各コンテンツごとのね、エイプリルフールのですね、ネタをいろいろとまとめていきたいな、というふうに思います。はい。まずですね、アクア、ね、アクアの方はですね、アクアクラブ、ね、まあ、ちょっとね、これはね、ごめんなさい、アクアクラブね、写真出せませんので、お見せできませんが、アクアクラブがですね、もう完全にアクアクラム、ね、クラムとクラブをかけたということで、まあ、クラムって鍵って意味ですけども、クラムということで、アクアクラムになっちゃったと。ね、なかなか面白いね、感じのポータルサイトになっちゃってますが、アクアクラムね。はい。まあね、こういうね、面白い、遊び心ある、エプリルフールがアクアクラブの方では、ございました。そしてですね、次、現実のヨハネですね、サンシャインインザミラーでございますけども、こちらがですね、エイプリルフール今年やばかったですね、かなり壮大でございました。はい。まずですね、一つに、ゲーム化決定といった形のですね、プロモーション映像というか予告映像が流れました。まあ、ドット絵のですね、ヨハネちゃんがこうね、なんか、あれかな？スーパーマリオブラザーズかな？みたいな感じの、ダンジョンをこう攻略していくみたいなゲーム映像が流れてきたんですけども、まあね、現実のヨハネといえばね、昨年ですよ。昨年もですね、エイプリルフールとしてね、アニメ化決定みたいなことを言ってたんですけども、僕はですね、もう最初から言ってましたよ。あれちょっとアニメ化エイプリルフールとは思えませんよって僕もずっと言ってて、これ多分ガチで来るんじゃないって言ったんですよ。あまりにもアニメーション1個って作るのにめちゃくちゃお金かかるので、エイプリルフールのためだけにアニメーション作るかと思って、でね、案の定東京ドームで、発表されました。ね、ウィンディーステージで発表されたんですけども、正式にアニメ化がね。でね、今年もそんな感じで、ゲーム化決定みたいな感じのですね、匂わせをしていたわけでございますが、ちょっとですね、自分も疑ってますよ。今年も。はい。ね、まあ、もちろんハードで、そうね、ソフトウェアでなんかね、ゲームが出るか、まあ、それともアプリか、まあ、わかりませんが、まあ、何かしらの形でね、ミニゲーム的な感じのね、現実のヨハネのゲーム出てくれれば、ま、いいのかなっていう感じでございます。そしてですね、それだけでなく、まあ、なんとですね、舞台化が決定しました、という4月バカ。まあ、これもですね、出ましたり、あとはですね、転生しても沼津だった件でしたっけ？ね、まあ、これはですね、わからない方に説明すると、テンスラというですね、転生したらスライムだった件という、これ有名なアニメあるんですけども、これのもう完全パロディ、ね、まあ、オフィシャルパロディなので、まあ、いいんですけれども、もうね、キービジュアルが激にすぎて、びっくりしましたね。はい、テンスラじゃんと思って、はい、これはちょっとまずいですよ、みたいな感じでもうね、一人楽しんでおりましたが、はい。まあ、テンスラね、とのパロディということで。まあ、でもね、本当にテンスラもそうですし、ね、サンシャイン・イン・ザ・ミラー、現実のヨハネもそうですけども、同じファンタジー系のアニメっていうことには変わりないので、現実のヨハネってね、そこがね、ラブライブと一線違うところなのでね、要は、なんだろう、現実世界をモチーフにしたというよりは、空想だったりする仮想世界みたいな、まあ、ファンタジー系な世界、フィクション、をですね、元にしたものになってますので、
なんかね、そういうファンタジー系のアニメ、他のアニメいろいろありますけど、テンサラでも何でもいいですけど、コラボしてほしいですね。うん、アニメ同士の垣根越えてなんかコラボとかしてくれたら、すごいね、双方のファン獲得できると思いますので、ぜひね、エイプリルフールだけにとどまらず、ね、いろんなコラボやってほしいなっていうふうに思います。そしてですね、虹ヶ崎、お次は虹ヶ崎学園でございますが、虹ヶ崎学園に関してはですね、こちらはね、虹4アニメーション。ね、これに関してのエイプリルフールがございました。はい。お台場ゲーマーズ行ったらね、AR カメラ使ってね、虹4アニメーションが、のね、ゲーマーズになってますよ、みたいな感じのですね、映像が、見ることができました。はい。これもですね、僕ちょっと行って撮ってきました。はい。すごいことだと思います。はい。まあね、それをやったという形でね、まあなかなか面白かったんですけども、まあ虹ヶ崎は、そんな感じでございますね。で、お次、スーパースター、リエラでございますけども、リエラもですね、もう壮大でございましたね。はい。やばかったです。はい。まずですね、原宿ゲーマーズがサニーパッション、応援店舗になりましたということでね、まあこれもですね、ちょっと個人的には嬉しい情報ですね。はい。まあ、実際にはね、ね、お店のね、看板とかは変わってなかったんですけども、まあ、それはね、エイプリルフールだったんですけども、なんかね、グッズとかは本当に売られたということでね、いいですよね。サニパね、僕大好きなんで、ぜひね、今後もちょっとね、サニパ、まあ、2期だとね、あんまり登場しませんでしたが、ぜひね、サニパもね、今後どんどん出していただいて、ね、登場の場を設けていただきたいな、というふうに思います。そしてですね、もう何よりね、これが一番やばいなと思ったんですけども、皆さん見たと思います。オニフェッショナル、仕事の流儀ということでですね、まあこういうね、ドキュメンタリー番組が、株式会社オニナッツにですね、まあ入ったわけでございますよ。はい。もう NHK の超看板番組みたいなものですよね。まあ某プロフェッショナみたいな、まあ番組ありますけど、しかもね、これ、エイプリルフールですよ。エイプリルフールなのに、30分近く、番組作ってるっていう、もうガチの、あれじゃないですか、もう本家じゃないですか、本家、ね、仕事の流儀じゃないですかっていう感じで、本家の場合1時間以上あるのかな。まあ、でもね、テレビアニメ1話分ですよ。なんかね、こう、リエラの9人が、まあ、キャリアウーマンを演じたということでね、いや、いいですよね。ね、ちょっとね、キャリアウーマンみたいなね、こうね、さっとね、こう、スタイリッシュなね、感じのね、女性はちょっと素晴らしいと思いますのでね。まあ、リエラ9人のね、その仕事の現場、はい。オニナッツのですね、まあ、現場っていうのを見ることができて、まあ、よかったなと思ってます。あ、でね、ちなみにね、なんか2024年春に、丸ごとジャックだっけ、渋谷原宿プロジェクトというのがですね、行われるといった、エイプリルフールで、最後締められましたが、僕はですね、ちょっとエイプリルフールとは思っておりません。これに関してはちょっとね、怪しいです。はい、丸ごとジャックなんて言ってるぐらいですから、原宿も大規模な広告、最近リエラはちょっと出してます。はい、東急プラザとか、もうね、明治通りの本当にみんながね、人いるところにセカンドスパークルの広告ね、めっちゃ出してたりしてますし、渋谷もですね、最近広告ちょくちょく出してますので、ぜひね、本当にジャック、広告でね、ジャックしていただきたいなと。うん、渋谷駅のね、ハチ公の目の前に広告出したり、あとはね、スクランブル交差点のね、デジタルサイネージ広告全部独占したりとかね、もうそれぐらいの勢いでやってほしいなっていうふうには思います。本当にね、これを現実にしてほしいなと思いました。まあね、そんな感じで、一応エイプリルフールいろいろと語らせてもらいましたが、皆さんのね、感想なんかもぜひね、コメント欄に書いてください。もしですね、この動画がいいなと思うと、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などもお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。